八目は昆虫のグループの一つ。マクシメとも呼ばれる。チ全般のほか、ありを含む大きなグループである。マクシメの名の由来ともなったように丈夫な膜状の4枚の羽を持つ一般的に全肢の方が大きい。メスはしばしば産卵管を毒針に変化させている。花チか、スズメバチか、アリかの多くのように社会性を持つものも多い。あり、蜂とも、幼虫。 さなぎ、成虫の段階があり、完全変態昆虫である。幼虫は、多くのものでは付属子のない宇型に近いが、幅地類では長目の幼虫に似たイモムシ型である。受精卵はメスに、未受精卵は、タンたタめ発生によりオスとして発生する。蜂、アリの詳細については、それぞれの項に任せる。ここでは、アリと蜂の繁殖、進化、分類を述べる。 八目に属す昆虫は家族社会を構成しているものが多く存在することが知られる。すなわち、メスのうちの一匹から数匹が女王蜂として産卵を担当し、それ以外の多数のメスは働き蜂として巣作り餌集めなどを担当するという分業を行っている。働き蜂は通常は自分で繁殖はしない。このような繁殖しない個体がいる生物の性質を 新社会性と呼ぶ。この8目の多くに見られる性質は染色体の販売数性に由来する。自分の遺伝子をより効率的に残そうとする性質は進化の過程で発達していく。しかしながら、販売数生成決定システムを持つ8目の場合は、自分の実施を残すよりも、姉妹や甥い、名を残す方が、自分の遺伝子を効率よく増やすことができる。よって、働き蜂は、 自分の姉妹や老い、名が子孫を残していくようにサポートする行動を取るのである。この集団生活の単位をコロニーと呼ぶ。コロニーをそれ一つで他の生物の個体と同等のものとみなし超個体と呼ぶこともある。ただし、新社会性の種だけでなく子が親の子育てを手伝うだけの全社会性のものも知られる。また種数としては単独生活のものの方がはるかに多い。 およそ13万から研究者によっては、潜在種も含め30万とも見積もられている八目の、うち、集団生活をする種は1割程度である。葉鉢や木鉢等は自由生活、小鉢や姫鉢などは寄生生活、スズメ鉢上化の多くは、狩鉢として、花鉢類の多くは、花粉や蜜を餌として単独で生活している。販売数制は、必ずしも新社会性に結びつかず、 新社会生生活に移行しやすくなるだけだろうと考えられる。ハチ目の文化には諸説ある。2008年度の研究によるとハチ目は完全変態を行う昆虫の共通祖先から最も初期に分岐し進化したとされる。初期のハチはハバチのように植物を食べていたと考えられている。このハバチアモクはハチアモクの特徴である腹部のくびれがなく、 より原始的な姿を留めている。この中から植物ではなく他の昆虫の体に卵を産み付ける寄生蜂が進化した。これらの寄生蜂は獲物に散乱するための長い産卵管を持っており、これが後に毒針に進化することになる。スズメバチのような狩り蜂は寄生蜂から進化したと考えられる。元来が寄生虫である幼虫期は付属子や感覚器 後期まで大化が著しく生活力が皆無であるため、繁殖行動のための形態であった、成虫期の活動力を利用して、幼虫の子育てを行うようになり、ここから社会性を発達させていったものとみられる。八目は、花を咲かせる、騎士植物が多様化を進めながら、分布を拡大するのに合わせるように白秋中期の1億年ほど、前から繁栄し始め、5000万年前には、 現在見られる、八目の主要な都がが揃ったようである。八目十三万種詳細は、ハバチア目分類を参照。ありがとうございます。